ようこそ皆さん。無事赤芽球から脱殻をした皆さんは、今日から私たちと一緒に働く赤血球です。同じ任務を背負った私たちは家族のようなもの。助け合い、手を取り合って一緒に頑張りましょう。働いても働いても何も変わらない。僕たちは一体何のために働いているんですか。ゴーゴーゴー、走れ走れ走れ、力尽きるまで働くんだ。どうしてこんなに人が足りてないんですか。ストレスのせいだな。生命維持を優先させるために末端への血流が減ってる。ちょっと赤血球さん、最近酸素の供給が全然足りないよ。どせんだよ。酸素一つ持ってくんのにどんだけかかってんだ。挨拶なんていいからどけ。ぼさっと生きてんじゃねえ。わあ、すみません。いくら命令だからって冗談じゃない。同じこともう真っ平だ。仕事は命を懸けてまでやるものなんでしょうか。それでも働くんだ。仕事がある限り。